ノンストップ逆風ラブコメ、会長様とひよこちゃん第1話。学校の悪い噂をなくして女の子を増やしたいんだ。俺たちの力で何とかして手伝ってくれるか。はい、私も仲間にしてください。少しずつ見える景色が変わっていく。意外と食べるんだね。ん？元気な証拠だろ。会長！ん？今日はバレー部とバスケ部に行ってきました。な、ここ1週間全部の部活回ってないか？早く帰れ。早く学校を知りたいと思ってつい会長の言う通りいい人たちばかりですね。ちょっと付き合い。普段は立ち入り禁止だけどな。生徒会の特権ってやつだ。ハルトよく来る。あ、緊張する。うん、あんまり焦んなくていいぞ。慣れない環境で頑張ってんだ、無理すんなよ。はい。な、何笑ってんだよ。だって会長ってすごく怖くて嫌な感じだったけど、実はとーっても優しいから。もっと知りたいな、会長のこと。はあ寝てんのかよ、おい。本当に世話焼けるな。小さくてちょこまか動いて、懐くと無防備になるなんてひよこみてえだ。ケイ、剣道場の鍵1年生が探してたよ。はるかよ、驚かすな。なになに、ケイってば手が早い。バッカ、何もしてねえよ。まあまあ、ずいぶん気に入っちゃって。うるせえ。寒い。俺の道着を布団扱いしやがって。あったかい。ハル、女ってみんなこんな感じなのか？違うよ、ケイ、ひなちゃんが特別なんだよ。もう完全に落ちちゃったんじゃない？ねえねえ。ちげえってバーカ。あ、あれ家？は、なんで私いつの間に帰ってきたの？もうお昼？昨日会長の子が寝てるひなを背負ってきたんだ。起きないから心配したぞ。会長に寝顔見られた。しかもおんぶ、やだやだ。ひな、あ、もうおじいちゃんには断ったから女子校に戻りなさい。危険すぎるわ。お前はストレスで倒れたんだ。違う。ひな、あの学校は危険なんかじゃない。私はあの場所で会長たちとやること。ひなさん、今日はひなさんのリクエスト作りましたよ。準備してますね。ひなちゃん、遅刻？今日はうちの部見においでよ。ひなちゃんが教えてくれた方法で満点取れたよ。サンキュ。やっぱり私この学校が好き。会長、ハル先輩。お前、ひなちゃんどうして来たの？もうこの学校には通わせないって言われたぞ。私もっと会長たちと一緒にいたいんです。それは本心か？もちろんです。え、
ひよこのくせに度胸あるな、ひな。本当にすごいよ、ひなちゃん。そんな勝手な話許さないぞ。お前はもう女子校に戻らせると決めたんだ。お母さん、こんな狼くんたちと生活させたくないわ。狼ガウ。こんなところお前を守るやつがいるもんか。心配で飯も食えない。帰ろ帰ろ。やだはい、ちょ、俺たちにはヒナが必要なんです。それに守るやつならいますよ。あ、俺彼氏ですこれでお父さん安心できますよね。ハル？ハル先輩！何言っちゃってんの？ハル先輩が私の彼氏？って一体どういうことなの？会長様とひよこちゃんの気になる続きは発売中のコミックスでチェックしてね。